新速丸新速丸は幕末期に江戸幕府が所有していた運送船。アメリカ船時代の船名はミーティア。1861年にアメリカシャムロで建造、幕府が47,500ドルで購入し、現時元年2月6日に函館で受領した。慶応4年の母親戦争、同年4月11日の江戸城無欠会場によって幕府が和解し、 明治政府への譲渡が約束されていたが、海軍副総裁、江本武明はこれを拒否して8月19日に品川沖を脱走、仙台を経て江戸地へ渡航した。新速丸は江戸地到着後、旧幕府軍が函館を占拠したのを見届けて、函館港へ入港、そのまま待機していた。11月15日海洋丸が、 江差シ沖で座礁したという知らせを受けて、海天丸と共に急ぎ救助に向かったものの、海洋丸と同じく、江差シの風浪に煽られて、座礁、沈没してしまった。排水量250トン、長さ41.6メートル、幅5.1メートル、機関出力45から90馬力。勝部誠まこ町、松本三之助、大口雄二郎編。 かつ州全州十三13係争処九1974年 P345 海軍歴史保存会日本海軍史第7巻 P230 から231ありがとうございます。